痩せないと思いますか？そんなに食べてないのに、ジムに行って運動もしてるのに、野菜中心で食事にも気をつけてるのに、なのに全然痩せないって、それもしかしたら無意識にやっているこれが原因かもしれません。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。過去の私もそうだったんですけど、あなたが痩せない原因は食べ過ぎです、だから太るんですって言われたら、そんなの分かってるって思いますよね。でも具体的にどんな食事が太るのかが分かっていない人は意外と多いんですよね。特にラーメンやマックやお菓子みたいな分かりやすい太る食べ物ではなくって、まさかこれで太っていたのっていう、全く意識すらしていなかった存在感がないみたいな食べ物や飲み物ですね。今回はこれまで1万7000人以上のクライアントの女性の心と体のケアやカウンセリングをしてきた経験から、実は痩せない原因はこれだったという太りやすい食べ物や飲み物や習慣、そしてそれに共通する危険な共通点などをお伝えしてきますね。では早速参りましょう。実は痩せない原因はこれだった、その1、飴じゃんあげようかって大阪のおばちゃんの決め台詞と言われてますが、大阪のおばちゃんに限らず私の母もそうなんですよね。スミカ、飴いるって出かける時にはバッグに必ず専用ポーチを持ってますもんね。で、本人曰くちょっと口寂しい時とか、食べるまではないけど何か口に入れて落ち着きたいみたいな時に食べるそうなんですね。あなたはいかがですか？飴って一度食べるともう一個、またもう一個って結局一個では終わらないってなりません？もちろんたった飴一個くらいでは太りませんけど、砂糖の塊ですからね、塵も積もれば、で糖質の過剰摂取にもなりかねませんし、また砂糖には中毒性があるのでやめられない、止まらないになって、気がついたら嘘一袋食べてたとかね。特に喉飴も気をつけてほしいんですけど、このように場所を気にせず手軽に一口でパクっていうお菓子は食べたっていう感覚もあんまりないので、知らないうちに糖質の過剰摂取やカロリーオーバーの原因になったりするんですよね。なのでどうしても口寂しい時とか咳が出て周りが気になるなんて時は、こちら蜂蜜 100% のキャンディーがおすすめです。蜂蜜だけでできていて無添加です。蜂蜜は喉のあれにも効きますし、何よりも腸内環境を整えるオリゴ糖が入っているのでお腹の中の痩せ菌を増やしてくれますよ。ただこれ美味しいので食べ過ぎ注意です。私も気をつけてます。蜂蜜のダイエット効果やレシピなど詳しくはこちらの動画をご覧くださいね。実は痩せない原因はこれだった、その2、ガム。口の中が乾くからガムを噛んでいますとか、眠気覚ましに噛むようにしていますとかよくお聞きするんですが、ガムは味がなくなったらまた次ってなりませんか？結局一箱噛み終わってたなんてことないですか？でもそれくらいならこのガムノンシュガーだし大丈夫って、いやいや待ってください、それが実は太る原因になることがあるんです。なぜかというと、ガムには人工甘味料が使われているからなんですね。甘いのにカロリーゼロって不自然なんです。この人工甘味料を甘く見ては危険です。味覚異常になったり、甘いのにカロリーが取れないなんて脳が混乱してますます甘いものがやめられない、止まらないになっていくからです。このような中毒性のある人工甘味料の中でも、まずはこれはやめてほしいというものがいくつかあるので、詳しい資料は概要欄のリンクから無料で受け取ってお役立てくださいね。何か噛んでおきたい時は、無添加の当たり目とか昆布とか噛み応えのあるおやつに置き換えるといいですよ。実は痩せない原因はこれだった、その3、スイーツの代わりに甘い飲み物。例えばちょっとスタバでも寄ろうってなって、ここでケーキとかデニッシュは太るから飲み物だけにしようと思ってフラペチーノを選んでいるなんてことないですか？意外と飲み物をカロリーにカウントしないっていう意識の方が多いんですけど、食事のカロリーだけ気をつけていれば大丈夫ってなりがちなんですよね。私はそんなに食べていないのになんで太るのっていう方は、飲み物でカロリーオーバーになっていることが多いんですよ。角砂糖1個分イコール糖質 4g なので、飲み物の糖質量を4で割った数字が摂取する角砂糖の個数ということになります。例えばスタバのシュワッといちごフラペチーノだと 445kcal、 糖質 88.8g なので 88.8÷4 で 22.2、 たった1杯で角砂糖22個分。ではスタバのデイカフェドリップコーヒーホット
6キロカロリー、糖質 1.2g と宇治抹茶シフォンケーキ255キロカロリー、糖質 24.6g のセットはトータルで261キロカロリー、角砂糖6個分。こんな感じで上手に組み合わせてカロリーや糖質の過剰摂取を事前に予防できるといいですね。実は痩せない原因はこれだった。その4、野菜にドレッシングたっぷり。これ盲点なんですね。私の食事は野菜中心ですごいヘルシーなのに、なぜか痩せないんですっていう方が結構いらっしゃるんですよ。特に一生懸命で真面目に取り組んでいる健康志向の方に多いと感じています。共通しているのはノンオイルやオリーブオイルとか健康にいいものだって思って、そんなにかけて食べてるんですかってくらいこうドバドバーっとかけてね、食べ終わったらお皿の底にめっちゃ溜まってるとか、これは明らかにカロリーオーバーの可能性が高いですし、市販のドレッシングには残念ながら余計な化学調味料や人工甘味料など添加物がたっぷり入っている商品がほとんどです。このようなものを取り続けると味覚異常になってますます太ります。そこで私のおすすめドレッシングのレシピをご紹介しますね。果物の優しい甘さをプラスして材料3つ、調味料3つの簡単無添加のノンオイルドレッシングです。材料です。人参1/2本、リンゴ1/2玉、玉ねぎ1/6玉、純リンゴ酢 50cc、 塩2つまみ、蜂蜜小さじ1です。作り方です。1、人参1/2本、リンゴ1/2玉、玉ねぎ1/6玉は皮を剥いて小さめに切ります。リンゴ酢 50cc、 塩2つまみ、蜂蜜小さじ1、すべての材料をミキサーもしくはジューサーに入れます。2、攪拌して滑らかになったら完成です。油を使用していないので翌日になっても分離しません。冷蔵庫で保存してなるべく早めに使い切ってくださいね。ここまで大丈夫ですか？ではどんどんいきますね。実は痩せない原因はこれだった。その後完食する。過去の私もまさにこれだったんですけど、とにかく常に何か口に入れている状態だったんですね。例えば朝ごはんの前に、軽くクッキー食べて準備して、でそれから朝食べてしばらくすると10時のおやつタイムでチョコとか食べて、で次は軽く菓子パン食べながらランチの準備して、でランチの後にまた3時のおやつタイムでお菓子食べて、でそれから飴とかこう時々舐めたりしながら夕食の準備して、で夕食後お風呂に入った後にアイスを食べる。ざっと数えても1日10回くらいは何かしら口にしている状態だったんですよね。これって食べた量は大したことなくっても食べるたびに血糖値を上げているので、その結果私は体脂肪を蓄積させる、別名デブホルモンと言われるインスリンを1日に何回も出してわざわざ太るようにしていたわけですね。よく代謝を活発にするためには少しずつ分けて1日に何度も食べた方がいいと聞きますが、その結果痩せましたか？私は痩せませんでしたよ。間食ってしっかり食べた感覚がないので本当にやばい。実際に私の経験をもとにお伝えしたところ、間食をやめてしっかり食事だけ食べるようにしたらあっという間に4キロ落ちた方もいらっしゃるほどです。あなたはいかがですか？飴やガム1個でも、たとえ甘い飲み物でも間食として回数にカウントしてください。特に大して食べてもないのに痩せない方は一度1日何回食べているかを今すぐチェックしてみてくださいね。でもういきなり間食やめておやつ我慢するなんてできないって方は、まずは間食として食べていたものを食事の時間に一緒に食べ終わるから始めてみてください。そこから徐々に量をコントロールしていきましょうね。このように食べる食べないのオンオフの習慣を身につけていくと丸です。実は痩せない原因はこれだった。その6、野菜や果物 100% ジュースがお水やお茶代わりになっている。野菜や果物 100% ジュースってこうヘルシーなイメージがあるので積極的に飲んでいる方が多いと思いますが、実はこれが太る原因になるんです。なぜだと思いますか？太る理由は大きく2つあって、1つ目は製造工程でビタミン、ミネラル、食物繊維などの必要な栄養素が減ったり壊れたりするから。2つ目は糖分の吸収効率が高まるから。実は飲み物に含
まれる糖質は水分に溶け込んでいるため体内に吸収されやすく血糖値をガツンと上げやすいので特に注意が必要なんです。しかも果糖は特に要注意です。果糖はブドウ糖の数十倍も糖化しやすくってさらに老化物質も作りやすくなります。例えば野菜 100% のジュースの 200ml のパックで角砂糖約4個分の糖質量なんです。同量のコーヒーに角砂糖を4個も入れたらかなり甘いですよね。それくらい気がつかない間にかなりの糖分を摂取しているってことです。このように飲めば飲むほど太るのはもちろん糖尿病などの発症リスクを高めてしまいます。飲むなら無農薬の野菜や果物を使った手作り無添加で摂取量を守って飲むと丸ですね。実は痩せない原因はこれだった。その7、疲れた時に栄養ドリンク。例えばこんなことないですか。あー疲れた、もう栄養ドリンクでも飲んで元気出していこうって毎日飲んだりとか、どうかしたら疲れる前に予防で飲んでから出かけるとかですね。糖質もカフェインも添加物も半端ないのが栄養ドリンクですから、これは本当に気をつけてほしいんですけど、栄養ドリンクを飲むとブドウ糖が体に取り込まれやすいので血糖値が急上昇して疲れが取れたような気分になっているだけです。栄養ドリンクに含まれる砂糖などの糖類は飲んだ後に素早く吸収され、摂取後は血糖値が急上昇するので体に負担がかかりますし、一気に脂肪を溜め込んでいきます。飲料のメーカーによって糖質量は異なりますが、栄養ドリンク1本 100ml あたりの糖質量は角砂糖約6個分もの糖質が取れてしまうんですね。また栄養ドリンクに含まれるカフェインは興奮剤で依存性が指摘されているので危険です。なので栄養ドリンクに頼らないようにするためにも腸を整える腸活で体の中から健康で綺麗になっていきましょうね。実は痩せない原因はこれだった。その8、味見でつまみ食い。ついついつまんで食べることってないですか？私もそうだったんですけど、うまいもの天ぷらとかね、火が通ったかななんて味見で一口ポクって食べたらもうここからやめられない、止まらないってなったり、あとね、新作のスイーツとかを買ってきてこう後から食べるつもりが、ついついどんな味かなって気になって先に味見して結局食べてしまってあはってなるみたいな。このようにつまみ食いは食べてる意識もあまりないまま結局トータルでかなり食べてたなんてことになりがちです。間食と同様で食べるたびにデブホルモンを出すことになるので、食べる食べないのオンオフの時間をしっかり作ることが大事ですね。実は痩せない原因はこれだった。その9、家族の残り物を食べる。これは女性には本当にあるあるではないですか？例えば子供がおやつに食べていたポテチをもういらないってこう中途半端に残すもんだから、その袋を片付けついでに残りのポテチをパクパクっと食べてから捨てるとか、可愛いお孫さんのおやつ用にアンパンマンの野菜スティックパンを買っていて孫が残したからってこう自分が食べて終わらせたり、家族が残した夕食のおかずをついついお皿を片付ける時にパクパクってこう無意識に口に運んでいるって、もうね、私は家族の残飯整理係ですって言われる方もいらして、確かに食べ物を粗末にしない、大事にするってその姿勢は素晴らしいですよね。ただそのことで逆にあなたの内臓は大事にされていないってことに気づいてほしいんです。内臓がまだ食べるの、もう無理無理、これ以上仕事増やさんでって、そんな声を聞いてあげてくださいね。内臓が疲弊すると動きが悪くなってますます代謝が落ちていきます。なのであなたの内臓が喜ぶような食事量をとって、そして内臓にも休暇をあげてくださいね。実は痩せない原因はこれだった。その10、コンビニに立ち寄る癖がある。例えば推しのアイドルグループがテレビに出てるのに最初の1分だけ見てあとは見ないなんて絶対にできませんよね。最後の最後まで見ないとその場から離れられないってなりませんか？それと同じでお茶だけ買うつもりでコンビニに寄ったんだけどスイーツ見たら買わずにお店出るなんてありえないってなりませんか？これ今より10キロ太っていた頃の私の話なんですけど、見たら買いたくなってそして食べてしまうんですよね。その気持ちよくわかります。なのでコンビニには行かないのが一番。お茶を買うなら自動販売機でとかスー
ーパーでとか、手軽に甘いものやスナック菓子が目に入らない環境を選ぶことも実は痩せるためには有効な手段なんですね。あなたはいくつ当てはまりましたか？まずは1日で口にしたものを全て書き出してほしいですよね。意外とあんなに食べてた飲んでたって気づけたら、そこから生活習慣を見直していけばいいんです。ただし生活習慣を見直していく上で注意点があります。これ知らないと結局食べてしまうの繰り返しになるので、最後までご覧くださいね。それはズバリ食物依存症になる食べ物を控えることです。え、食物依存症になる食べ物って何って思いますよね。それは加工食品です。加工された食べ物は満腹を感じるメカニズムが働かない上に中毒になりやすいんです。なぜかというと、加工される食べ物からはタンパク質、糖質、食物繊維など天然の栄養素の多くが取り除かれているんですね。すると脂質やタンパク質がないと満腹ホルモンが活性化されないので、もうお腹いっぱいですよというサインが出ないんです。また食物繊維を取り除いた後に残るものは糖質や糖類で、これが膵臓にインスリンを分泌させるので体脂肪として体に蓄えられていきます。血糖値は急激に上がった後急激に下がるので、体がさらに糖質を欲しがるという恐ろしい負のスパイラルが繰り返されるわけです。例えば違法薬物のヘロインってありますよね。これは脳内に大量のドーパミンを発生させて快楽を得るんですけど、実は糖質もこれと全く同じ働きをするんです。新しい記憶の形成を司る脳内の海馬というところで、その海の感情を記憶しているので、私たちはまた甘いものを食べたい飲みまいと思ったりしてしまうんですね。これって知らないままだと自覚することが難しいと思いませんか？なのでどうすればいいかというと、できる限り加工された食べ物ではなくって無添加良品の食べ物に置き換えていくことです。それだけでも劇的に変わっていきます。私は腸活ダイエット講師として1万7000人を超える女性のケアをしてきた経験から、多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善と言っても何をしたらいいのかわからないという方は、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますのでお楽しみに。一人でも多くの方に正しい腸活ダイエットを知ってほしいので、公式 LINE の特典は全て無料です。ぜひ受け取ってお役立てくださいね。ということで今回は、実は痩せない原因はこれということで、1飴にガム、3スイーツの代わりに甘い飲み物、4野菜にドレッシングたっぷり、5間食する、6野菜や果物 100% ジュースがお茶代わり、7疲れた時に栄養ドリンク、8つまみ食い、9家族の残り物を食べる、10コンビニに寄る癖がある。危険な共通点は加工品を食べていることで食物依存症になる。これらを意識して改善することで腸内環境が整って健康で綺麗に痩せるダイエット法をお伝えしました。私とご一緒にこれからも腸を整えていくことを学んでいきましょう。ということで今回も最後まで見てくださり本当にありがとうございました。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねや感想をコメント欄にお願いします。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。